は M 型からライカは入ってて、やっぱその魅力ってすごく重みのある車道に強いライが取れるとこだなと思っていて、 SL システムを使うことによってライカの重みのある絵っていうのをその映像にも落とし込めるってところがすごく僕としては魅力的だなと思ってます。写真も動画も SL システムはプロとして仕事でも使える機能とかっていうのが備わってるものだなっていうふうに思ってます。写真撮ってて、あ今動画も撮りたいなって時に、そのまま別にモニターに視線をやらずともそのままこうファインダー覗いたままボタン一つ押すだけで動画にすぐ切り替えられるんで、そういう点でも非常に写真やってた人でも動画に切り替えやすいっていうのはあるかなっていうふうには思います。役者の人が道を走ってくれたのを僕が追いかけてるっていう場面があるんですけど、その時その手前にその木とか何が来てもずっと人を追い続けてくれてたんで、そういった意味ではすごく優秀な男かなっていうふうに思います。好感度体制っていうのはかなりあるなっていうふうには思いました。最大で3200とかで撮ってるんですけども、ノイズがめちゃめちゃ乗るみたいなことは全然なくて、本当に使えるレベルで映像が撮れてるなっていう風な思いですね。もっと自分たちがやりたいことを広げたいって時にはやっぱり外部アクセサリーに頼る必要があって、まあ、三脚だったりシンバルだったり、やっぱり表現の幅が広がるかなっていうふうに思ってます。リグとかハンドルがあった方がいいし、まあ、リグっていうのは例えばモニターをつけたり外部バッテリーをつけたりするためには必須のアイテムにはなってきます。僕個人的にはすごくボケの表現っていうのが好きなので、まあ、ノクチルクスとかゼミルクスとかっていうのは M 型レンズにしかないボケ感を表現できるっていう意味ではものすごく好きなレンズではあります。今まで使ってきた M 型レンズっていうのをそのまま SL システムでも同じような描写が得られるっていう意味ではものすごく M 型レンズを持っている人にとっては魅力の一つなのかなっていうふうに思います。オートフォーカスを使いたい場面っていうところでは SL レンズの選択をしてます。 SL レンズと M 型レンズではマニュアルフォーカスの操作感に関しては、まあ、違いはないかなっていうふうに思ってます。 M 型レンズで焦点距離が70センチまでっていうのが多くて、それに比べて SL レンズはもっと寄れるレンズなので、寄りを取りたい時とかは SL レンズの選択もしてます。写真を撮るときは1枚の中で全てのピークを収める必要があって、動画はピークに向かってどういう始まりをして、そのピークを終えてからどういう終わりをするのかっていうのを1カット撮る上でもかなり考えて撮影するので、そういう意味では写真と動画っていうのは似てるようで全然違うものだっていうふうに思ってます。モデルの人が、階段を登ってるっていうところが写真では一番の使いだと思うんだけど、動画っていうのはそれに対してやっぱり始まり導入っていうのはそのワンカットの中でも必要、やっぱり人が動いてるのを、まあ、切り取るタイミングっていうのは経験つまでで結構難しいかもしれない。そのどこで始まってこの人がどういう動きするだろうみたいなのを予想できるようになるんですよ、そのタイミングとかその動きを見てると。だからそういうのは経験の感覚で結構やってるかもしれないですね。写真は何かを撮りに行くっていうマインドで行っていて、動画は
何かの物語を取りに行こうみたいな形で自分の中で考えられると作りやすいというか考えやすいのかなっていうふうに思います。写真はその1枚の中で言うと1点にしかピントが合わないと思うんですけど、動画はワンカットの中ですごくあらゆるところにピントを合わせることができるんで、その辺はすごく違いだなっていうふうに思います。言われた通りにだけ動くカメラマンっていうのにはならないようにしようと思っていて、しっかり自分の意思を視点を絵の中に反映させたいと思っていつもワンカットワンカット撮影するようにはしてます。演技を撮るっていうのとイメージを撮るっていうのは違うなっていうふうにちょっと気づいたことがあって、今回その両方を織り交ぜてるんですけど、まあイメージの方はただひたすらに良い絵っていうのを目指すものであって、でも演技を撮るっていうのは、まあ、いい絵であることに越したことはないんですけど、その状況っていうのがどれだけ人に伝わるのかっていうのが重要だなっていうふうには思いました。自分の視点を言葉とか絵とかではなくて映し出せる一個の表現ツールみたいなものだなっていうふうに思います。Say much, and if you have to go, have to go.